れてはぐれてく雲が鏡の水面を横切る水が疑わず羽ばたく旅鳥は最果ての地へ。もし今私が風になれたなら、険しい山の頂を越えたら、やがて愛する人のもとに何を届けるのでしょう。それは愛する人のそばで寄り添っているのでしょう。された荒野の先に人は何を見つめるのだろう。どこかで続く悲しみが落日を赤く染めてく。震える命がただ望むのは安らかな母の胸。知らぬ間に夜の闇が包んでも、たとえ言葉を失ったとしても、あなたが見えるただ一つの光で流ればいい。であればいい。やがてあなたの心の中にそう
ほっ。
前君、義勇軍に声をかけ、いい返事だ。では何がし、いらっしゃいませ。お泊まりですか？年に一度、真夏の夜に妖精王様の玉座が広場に姿を現すんだ。でも、座るのは難しいよ。あ、オイラをよく見つけたね。君、これが欲しいんだろ。じゃーん。はい、ご褒美。それじゃあね。5つの台座に5つの背、これが結界を解く鍵だよ。この森もかつては世界の一部だったんだが、神々の戦いを避けるために妖精王が次元の狭間に避難させたんだ。それで世界中を落ち着きなくフラフラしているというわけさ。妖精王様、こいつらを罰してやってください。玉座の勇者に我が祝福を。妖精たちを頼むぞ。
け。人間か。妖精王様、こいつらを罰してやってください。この森もかつてはそれで、年に一度以前は騎士団寮に住んでいたんだが、モンスターが増えたから逃げてきたんだ。いらっしゃいませ。お泊まりですか？お前は何者だ？ギルド万歳。痛いよ。死にたくないよ。なぜ襲ってきた？タルミッタの
西に。いらっしゃいませ。お泊まりですか？